村山浅間神社は、静岡県富士宮市村山にある神社。旧社格は、県社。富士根本宮と合する。全国にある浅間神社の一社。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部として、世界文化遺産に登録されている。正面鳥居浅間社大日堂大日如来、猿之洲像神座地は大宮、村山口と山道の要所を占める。 社殿によると、高昇天皇2年に、富士山中腹の水清家だけに創建され、辻神天皇朝に、新領地や神戸を賜り、王神天皇朝に、社殿修造、大宝元年に現在地へ潜座したという。中世になると、松大商人が、富士山を、修験の霊山として開くが、その松大が、原型第一に同社を構え、 以後富士山に対する神仏集合の地として発展したという。元は富士山教法寺を構成する一つであり、付属する七坊を有して多くの主言者の信仰の中心として仰がれた。駿河国を領した今川氏も深く数敬し、天文二年と同四年に、宇治テが新領を安堵して、山内諸末茶の,の再選を領することを許し、吉本は職員を部任し、 山内のハットを定めるなどほとんど今川家直轄の姿を示していた。豊臣秀吉が天下を統一すると、村山郷内に新領75国を安堵し、江戸時代には将軍家から94国ごとの主因領が寄せられ、高松藩主松平家をはじめとする大名や、旗本等も大三を使わして、鬼神鬼頭をなすなど武家による数計も盛んで、また、 社殿の修造には、球状関白家をはじめとする、区下衆からの寄進があった。それとともに、諸国からの修言者も移住し、その勢いは、浅間本宮大社と結構するほどであった。明治社殿の修言堂廃止令によって、新党戦逸の形となったために、大正十三年に建社に昇格した者の王子の、賑わいは衰えた。なお、明治の廃で属するは廃されたが、 現在でも境内には、大日如来を祀る、大日堂が、本殿に並び立つ、等、神仏集合時代の形態を止めている。ありがとうございます。